歯車比、歯車比は二つの歯車、または、ローラーチェーンで繋がれた二つのスプロケットの波数の比、ないしは駆動ベルトで繋がれた二つの滑車の周長の比である。波数比、ギア、ギア比、ギア、ギアレシオ、と呼ばれることもある。右の写真で、小さい歯車、ピニオンの波数は13で、その隣の大きな歯車、アイドラ、遊び車の波数は21である。 この場合、歯車比は21、13、または1.62、1となる、1.62、1と書かれることもある。これは、アイドラ歯車が1回転する間に、ピニオン歯車が1.62回転することを意味する。別の言い方をすると、ピニオン歯車が1回転するごとにアイドラギアは1、1.62回転、すなわち0.62回転することでもある。 平易な言い方では、アイドラ歯車は、ピニオン歯車よりもゆっくり回転すことを意味している。右の写真に一部が写っている、大きな歯車の波数が42場とすると、この歯車とアイドラ歯車の歯車比は21、42イコール1、2であり、ピニオン歯車が1回転するときに大きな歯車は0.62、2イコール0.31回転する。したがって、 この3つの歯車全体の減速比は、約1、3.23となる。真ん中のアイドラ歯車は大きな歯車と小さな歯車の両方に接しているため、歯車比の計算ではこれを無視することができ、3つの歯車全体の歯車比は一番大きな歯車と1番小さな歯車の波数の比、42、13イコール 3.23? と計算することができる。 波数は、歯車の円周長に比例する、輪が大きいほど、波数も多くなるため、歯車比は2つの輪の周長の比で表すこともできる。D を、小歯車の直径、D を、大歯車の直径、GR を、歯車比としたとき、となる。半径で表せば、と表すこともできる。小歯車の周速度を、V、大歯車の周速度を、V、それぞれの角速度を、 オメガ、オメガとすると、となり、上の計算と合わせ、で表せる。つまり、歯車比は、歯車の直径の比、引いては歯車の半径の比でもある。歯を持つベルトで連結された歯車状の滑車、自転車やオートバイのように、スプロケットと呼ばれる特殊な歯車を、チェーンでつないだ場合も、同様に計算できる。 タイミングベルトと呼ばれる刃のついたベルトが内燃エンジンのカムシャフトとクランクシャフトの動きを同期させ、バルブをシリンダーの動きに合わせて正確に開閉させるために用いられる。他の用途ではカムシャフトとクランクシャフトは直接歯車で連結されることが多い一方、タイミングチェーンと呼ばれるチェーンが自動車ではこの目的に用いられる。 いずれの方法であっても4ストローク期間では、カムシャフトとクランクシャフトの歯車比は常に2、1で、クランクシャフト2回転につきカムシャフトが1回転する。自動車のパワートレインでは、通常、主に多数の歯車の組み合わせ、速度段を切り替えることで車両の速度を調整する、トランスミッションともう一組の歯車セットで車輪の回転の効率を高める最終速装置の所に、 歯車が速度調整装置として用いられる。この二つの機器は分離されて、ドライブシャフトで連結されている場合、一体となっているトランスアクスル方式の2種類がある。2004年式6速、マニュアルトランスミッション付け絞れコルベット C5Z06 は、下表のような歯車比のトランスミッションを搭載している。一速の場合、 トランスミッションの出力軸1回転につきエンジンは2.97回転する。4速の歯車比は1、1で、これはエンジン回転数とトランスミッション出力軸の回転数が同一であることを意味し、オーバードライブと呼ばれる5速と6速ではトランスミッション出力軸はエンジンよりも速く回転する。上記のコルベットの例では最終減速装置の歯車比は3.42。 1>, 1でタイヤ1回転ごとにトランスミッション出力軸は3.42回転する。トランスミッションと作動装置の歯車比を上ずることでパワートレイン全体の歯車比が求められ、この例の一足の場合は10.18、1、つまりエンジンが10.18回転するごとにタイヤが1回転する。車のタイヤも自動車の駆動系の中では、 第三の速度調整装置と考えることもできる。上記のコルベットが295、35から18、サイズのタイヤを装備している場合、タイヤの外周は 2085mm、82.1インチ。なので、タイヤ1回転につき車両は 2085mm、進むことになる。この車がこれより大きなタイヤを装着している場合、高速の歯車比の場合のように、 タイヤ1回転につきより、位距離を進み、小さなタイヤの場合はより短い距離を進む。トランスミッションと最終減速装置の歯車比、タイヤのサイズ、エンジンの回転数から特定の速度段での車速を計算することができる。例えば、エンジン1回転ごとに車がどれだけ移動するかは、タイヤ外周長をトランスミッション、減速装置全体の歯車比で除することで、 計算できる。タイヤ外周長を C、トランスミッションの歯車比を GR、最終減速装置の歯車比を GR としたとき、次の式で表すことができる。同様に、あるエンジン回転数での車速をエンジン回転数にタイヤ外周長を乗じパワートレイン全体の歯車比を除することで求めることができる。車速を V、エンジン回転数を v とした時、以下の式となり、エンジンが 1000rpm で回転する時の角速度段での車速は下表のようになる。角速度段での歯車比の差が小さい。トランスミッションをクロスレシオトランスミッションまたはクローズレシオクロスミッション。その逆に差が大きいものをワイドレシオトランスミヨンと呼ぶ。例えばトランスミッションへの入力とタイヤへの出力への間の。 歯車比が1足で4、1、2足で2、1の場合は1足4、1、2足3、1のものとの比較で、ワイドレシオとなる。ワイドレシオの場合、1足と2足の歯車比の比は4、2イコール2、イコール200%、クロスレシオの場合同じ比が4、3イコール1.33、イコール133%となり、133%200% なので133%の、 型が、クロスレシオとなる。車により、各速度段の歯車比は異なるため、この計算はより複雑なものとなる。クロスレシオトランスミッションは一般に出力体が狭い、エンジンを使用し、高回転を維持しながら頻繁に変速操作を行う、スポーツカーや、積載時に、エンジンの一定の回転数を維持しながら頻繁に、速操作を行う小型トラック、およびライトバン。 特に軽トラックおよび軽、キャブオーバー版に多く用いられる。4足または5足トランスミッションは、市街地走行と高速域走行を両立させるため、速度段が上がるにつれ、各速度段間の歯車比差が小さくなる。これは、最終速度段の歯車比は、空気抵抗の大きい高速域での再加速を容易に、するようエンジンの高トルク一気に入るようにするためである。 各速度段での歯車比差が大きいと一足での牽引力を強くすることができるが変速時にエンジン回転数が大きく低下する。歯車比差を小さくすると特定の条件での最高速を速くすることができる半、起動時の加速が悪くなる。四足トランスミッションの場合、一足の歯車比は2.50、1程度を、四足はほぼ全ての場合1、1である。 二速と三速の歯車比はこの間で、車重、使用方法、車速、エンジンの特性などを勘案して決められる。レンジとは一速と四速の間の歯車比、トルク増幅率の違いで、ワイドレシオの場合は、これが大きく2.8から3.2の間である。この値が発進加速を決める、最も重要な要素になる。プログレッションはこの次に、 重要な要素であり、変速時のエンジン回転数変化を指す。ほとんどのトランスミッションでは一速から二速間のプログレッションが最大で、高速段になるにつれこれが小さくなる。プログレッションは、歯車の入手性、特定の速度で特定のエンジン回転に達する必要性など様々な条件により、線形に減少するとは限らない。 これら二つの要素は廃反するものではないが、一方は他社の選択肢を限定することになる。消失力エンジン、重い車体、作動装置の低歯車比などの理由で低速時に高い減速比が必要な場合は広イン時を取ることが多い。この場合、レンジが狭いものに比べ変速する都度にエンジンの回転数が大幅に減少する。一速の歯車比が小さい場合は発進加速は低く。 なるが、プログレッションの選択肢が広くなる。すべての速度域で最高性能を発揮する、トランスミッション歯車比や、作動装置歯車比の組み合わせは存在せず、何らかの妥協が存在する。クロスレシオの利点は高速域でのエンジン回転低下がなく、時速 160km などの高速域からの加速に余力を持てる点にあるが、 その反面低速土壇での歯車比が小さくなり、低速域での性能が悪化する問題がある。多くのレースではグリッドに停止した状態からスタートが切られ、発進加速も重要であることから、レース用の場合でも歯車比差を小さくすることが、最良の方とは限らない。隊列を組んで走行しながら、スタートが切られる、ローリングスタートの場合は発進加速は重要ではなく、より小さな、 歯車ひさが好まれる。一般に低排気量、超カ無、ヘッド急排気、大型キャブレターのエンジンは低回転からの立ち上がりが遅く、3速から4速への変速はクロスレシオの方が有利である。空気抵抗が大きい高速域で変速する場合、クロスレシオが適している。レース用でエンジンが特定の回転数で高トルクが出るように設定されている場合、 歯車比はコース上の必要な場所でトルクが出るように調整される必要が別の言い方ではシフトアップした時にエンジンが低トルクの回転域に落ち込まないように設計する必要があるエンジンが7000回転でエンジンが5000回転からトルクが立ち上がる設定の場合を考える変速により25%回転数が低下する 場合は変速後のエンジン回転数は5250回転で問題なく再加速できるが30%低下する場合はこれが4900回転となり5000回転に達するまでの再加速に問題を抱えることになり改善が必要である車両やコースにもよるがこの対策は一般に低速側を調整することで行う つまり、2から3速の変速で問題がある場合は1から2速の歯車比を調整するが、結果は条件により一定ではない。各、サーキットごとに最高速とコーナースピードが異なるため、中間速度段の歯車比は、コーナーリング中のシフトダウンの必要性などを、勘案して決められる。この場合、特定のコーナーの立ち上がりで加速に問題があるか、が分析の鍵となる。 クロスレシオは2つの速度段階のエンジン回転数差を小さくできるが、どこか別の段階の回転数差を大きくする必要があることを考慮する必要がある。クロスレシオは大型車にも採用例が見られる。効率の良い回転域を維持して走行する目的で、クロスレシオを採用する点は、スポーツカーやレーシングカーと共通しているが、大型車の多くは、 ガソリンエンジンに比べて有効回転域が狭いディーゼルエンジンを搭載していること、乗用車に比べて車両重量や貨物が重いことからエンジンの最大トルク領域や低燃費領域を維持して走行するためにクロスレシオが用いられる。特に牽引自動車ではトラクター、牽引車よりはるかに重い貨物を積む非牽引車を牽引するため、複変速機を併用した10段以上の 多段変速機を搭載する例も現れている。鉄道車両においては、主電動機側の高歯車、歯車数 A と低度を多歯車、歯車数 B の歯車比を表す。この場合、歯車比が小さいと車輪の回転数が大きくなり、低速性能、加減速は低いが、高速性能、最高速度や高速域での加減速は高くなる。このため、 特急軽電車や新幹線車両などはこれに値する。逆に歯車比が大きいと車輪の回転力が大きくなり、低速性能は高いが、高速性能は低くなる。特に通勤軽電車はこれに値する。つながった一連の歯車の場合、軽全体の歯車比は、最初の歯車と最後の歯車の歯数だけで、計算できることに注意する必要がある。途中の歯車は、 大きさにかかわらず全体の歯車比には無関係であるが歯車が一つ加わるもとに最後の歯車の回転が逆になる仕事をしない中間の歯車のことをアイドラ歯車遊び車と呼ぶ回転を逆にするために用いられるアイドラ歯車はリバースアイドラと呼ばれることがある自動車のマニュアルトランスミッションの場合二つの歯車の 間にリバースアイドラを入れることで更新する様になっている。アイドラ歯車は出力軸と入力軸の距離が離れていて、単純に2つの大きな歯車を使うことが現実的ではない場合にも用いられる。アイドラという言葉から受けるイメージとは異なり、駆動力と反力の両方を受けるため軸にかかる負荷は入手軸及び出力軸よりも大きく。 設計にあたっては十分な負荷容量の軸受けが求められる。大きな歯車を使う場合、より大きなスペースが必要になり、半径の事情に比例して、回転完成、完成モーメントが大きくなるなどの問題が発生する。このような場合、アイドラ歯車の代わりに、ベルトやチェーンを使うこともできる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。